中型、はい、これいつからです？半年ぐらい前。もう半年、はい、先生何やったんですか？なんかいや特に何したってこけてもないし、ひねってもないし、打ってもないし。でも半年長いですよね。長いですね。なんか気づいたら痛いな、痛み始めてたって感じ。そうですか。半年ということは6月7月か、そうですね、8月か、はい、そんな明確に覚えてないぐらいなんか自然に痛くなって、だん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 、そうかそうか。日頃なんかスポーツやったりはないんですかね、ここ1年ぐらいは、はい、何にもない、はい、で左肩が痛い、はい、で右利きなんですよね。右利きです。ということは使ってない、使いすぎた五十肩ではないと。ということは考えられるのは副交感神経異常興奮の、肩関節のアレルギー症状という五十肩であろうと。腱鞘炎でないことだけは確かですよね。使ってないんですから。よく使ってないのに痛いと腱鞘炎だろうって注射プチュッと打ったりとかね、なんかこうすごいことしたりする人いますけど、それじゃなさそうですよね。でまあこれは同心やるわけですけど、右をまずちょっとやってみましょう。右を回すと上に上げて、これは簡単に上がるわけですよ。で左を横しょ、ここでですね、じゃあね、あ、まあ後ろもやってみてください。これは大丈夫なんで、今度はこっち、後ろもちょっときつい、はいはい、で反対の肩に手を乗せて、これだったらこっちの手を、これもちょっときつい、じゃあこう広げてください。もう広がらない。今見たように運動とか作業したとかスポーツで転んだとか言うんじゃなくて、その場合は大体どの方向が一つなんですよ。なんか一方方向で、あ、これで痛いっていうのがあるんですね。でそれ以外はまあまあ大丈夫。でも今先生のはどの方向も痛いですよね。全方向痛いわけですよ。これはちょっと怪しいな、使った痛みじゃないなっていうのは分かるわけですね。でいよいよこれは副交感神経異常興奮かなと、まあ、いうふうになるんですけど、でももう一つ、でもそれでもやっぱ左が出るっていうことは前になんか左痛めてるんじゃないかなっていう、それは考えなきゃいけないですね。で親指上にして肘伸ばしたまんま下からゆっくり上げてきてください。どこになったら痛みが出るか、この辺から突っ張り感は、あーはーはー、出るんですよね。で見ていただいたら分かるように肘が曲がってくるんですよ。ということは曲げると楽に上がってるわけですから、最初から曲げてみてください。それで肘を上げてみてください。上がりますか？分かります？ここまで上がって、ここまで上がってますよね。今水平より上がってますよね。このまんま手を上げるとここになるんですよ。でも上げようとするとちょっと辛いんですよ。下ろして、こうしようと下ろさなきゃいけなくなる。ということはアレルギー的な五十肩と肘のこの関節、この辺のところを痛めてるんじゃないか。じゃあこう曲げたまま後ろはどうです？後ろ曲がらないことはないですか？まあ伸ばしてるよりは楽で、ああですよね。内側にこうはできます。これは全然いけます。だからもう一つは肘のこの関節に何か問題があるんじゃないかなと。だから今までずっとこうお仕事やってきた中で、この肘のこの辺を何か無理したことがあるのかもしれないんですよね。使ってないから左は出ないだろうっていうのは、まあ、これ腱鞘炎の問題で、例えば右と左どっちが力強いか、握力どっちが強いんですか？多分右の方が強いですよね。ということは右鍛錬してるんですよ、鍛えてるんですよ。同じ仕事をさせました、鍛錬してる右手と鍛錬してない左手って言ったら、こっちに無理がいくんですよね。ただ物を持った時でも、あれなんかちょっと痛めたなっていう時には弱い方を痛めてるんですよね。そういう痛め方を今までに何度かされているのかもしれません。だ肘のこの内側、ここに何かこう伸ばしていると辛いというものがあるんじゃないかな。ついでにちょっとみんなやってみましょうか。自分がどっちか腕弱いなっていう方をこう親指上げたままずっとこう上げてみてください。こうやって上げてみて、上がります？その上がってる感じ。もう一つはですね、万歳をして耳からどのぐらい肘が離れてるか。肘が離れるっていうのはちょっと亀先生いいですかね。じゃあみんな下ろしてください。
で、亀井先生ちょっと万歳してみてください。で、こう見てください。わかります？右が離れてますよね。だそれだけ右に何かあるんですよ。だこういうので見ていけば、こう耳がつかない。耳つけてくださいって言うと頭がこう寄っていくんですよね。これ嘘ですよね。ちょっと竹中先生もちょっと見てください。肘が曲がるんですよ。で、竹中先生は左の方がちょっと離れてますよね。こういうふうにやっぱ昔ちょっと痛めたようなことがある方はくっつかなかったりするんですよ。そこを見てあげてくださいね。そうすると、あ、そうそう、無意識にこうやった時の方がいいです。やるんだと思うとこうなるじゃないですか。そうじゃなくて、まっすぐ上げてください。こんな今もう説明したからみんな一生懸命こうやってるでしょ。説明せずにこうやると、お、今左側がこう離れますよね。あ、そういうことなんだなと。あの、こういうのでね、じゃあ、先生首ぐるっと回してみてください。あ、まあ大丈夫だな。で、ちょっと首回してみてください。うん、大丈夫だな。首回してみてください。あ、みんな肩こりあんまりしてないな。肩こりひどくて筋肉系の問題があるときは肩が上がるんですよ。こう回したときに上がるんですよ。だ、それがなくなったときに、あの大丈夫だなと、多角的にもういいんだなと。先生上がってますね。ちょっと見て、ちょっと首回、ゆっくり回してみて。で、こう右肩が上がるでしょ。あ、でも無意識なんですよ。もう右肩が上がるじゃないですか。もう一回回してみてください。右肩を見てて、こう右肩がキュッとこう上がるじゃないですか。あれは伸ばしてられないんですよ。あれが治療の後に同じようにこうやって肩意識せずにぐるっと回るようになったら、あ、もうこれ大丈夫だなとこうなるわけですよね。で、一つは肘、まあこっから先に何か問題があるんじゃないかというんで、圧痛点がないか探してみる。ってか痛いのがあって、大丈夫です。あ、それで。これが痛い。こっちは。それ大丈夫。マシ。こっちは。マシ。大丈夫ですか。こちら。大丈夫。あ、そっち。これが痛い。これですね。ここに2箇所痛みがありましたので、これをこう伸展させたまんま動くっていうのが辛いんですよ。伸展、ここの筋肉引っ張ってますよね。これ緩めてあげたら動きが良くなるっていうのが、この今の肩の状態ですね。だから副交感神経異常興奮の五十肩プラス肘の今、背景下小腸系の圧痛点、この2つの治療をしなきゃいけないですね。で、はい、上向いて寝てください。で、さっきを説明しましたように、あの行為中枢、また始まりますよ。また始まり、大丈夫ですか。ちょっと準備してください、ね、行為中枢、自律神経の中枢っていうのは首から上、行為中枢、それから首から下、脊髄神経、この2系統あるわけですよね。で、副交感神経異常興奮を抑制するっていうのは行為中枢しかないんですよ。ということは、こっから上の副交感神経を抑制する手と足の薬指 H5F5 の整形治療をします。今からまたさっきの思い出してください。いいですか。横隔膜から下は足で治療する。横隔膜から上は手で治療する。じゃあ今から左肩の五十肩を治療する副交感神経異常興奮が何か影響してるんじゃないかなと。さて、 H5F5 4箇所ありますよね。手と足の薬指どれからやるか、どれがいいですか。 H5。 コーヒーください。彼女が考えてる間コーヒー飲んでますから。10分ぐらいかかりますか。次。F5 左右あります。あ、左の H5。 もう一個しかないから。もう一個しかない、はいはい、右の H5。 F5。
お。そらね、4個言えばどれか当たりますだったら。横隔膜より上が H5 でしょ。だから横隔膜より上、手を触ってしまうと、僕が手触ったから治ったんじゃないかと思うじゃないですか。本当にここを治療したのってなるでしょ。ところが肩の治療なのに足触って治ったら、この刺激が脳に行って、それであの方が良くなったっていうふうに鑑別診断できるじゃないですか。わざとあれ触らない、左手を、右手も触らない、こっちの足って左同側じゃないですか。だからこれも触らない、残ったのはこれしかない、右の F5 の整形治療をやって、あの左肩が良くなるかどうかをやってみようという話です。もし、まあ、あの肘の痛みがありますので 100% すぐには無理かもしれません。やっぱり肘曲げないと可動域の変化とか痛みの変化はないかもしれないですよね。それはそれで後でやればいいんです。でも副交感神経異常興奮の症状なのかどうか、この五十肩が、それはこれをやるしかないんですよ。でやってみたいと思います。でこれ1本だけで副交感神経を抑制させるわけですから、本当に100回ぐらい出血させないとうまくいかないと思います。米田先生、100回ぐらい調べておいてください。もう一気に100いきましょうか。まだまだ大丈夫ですけど。はい。100やってる間だまーって言うとね、やっぱね、寂しい。誰か僕の代わりに喋ってもらえるとありがたいんですけど。もうね、2月の講習。30ごとに様子を見る、はい、そうです。そうするとその患者さんがどういうふうに体が治っていくかっていうのが分かるんですよね。ですから整形治療を始めたばっかりの方はもう必ず30回ずつで、あの患者さんにどうですかって尋ねてみてください。その尋ね方が問題なんですよ。あの誘導的に絶対なってはいけない。なんかこう治ってほしいのは確かですけど、例えば一番いけないのは痛くないでしょって聞くのはダメですよね。ありえないですよね、そういう聞き方はね。それに近いような、なんかこっちがこう痛くないって言ってほしいなっていうのを期待させるような聞き方はダメです。逆に痛くなってませんかと聞いてもらった方がいいぐらいです。悪くなってないかどうかですね。よいしょ、はい、起きてください。こっちに座っていただいて、さっき肩を動かした感じと今から動かす感じの違いがあるかないかです。はい、また上にこう上げてください。そうですか。それでいいですよ、今日は講習会だから、あーって言わないでください。それ期待してるでしょ、あーっていうのは。後ろにこうやってください。お、言わなくなりましたね。はい、こっちの方にこうやって、ほら上がってるスピード違ったでしょ、ピュッと上がったじゃないですか。でこう広げてください。これが痛い、なぜかここを進展させなきゃいけない。一番これよりもこれの方がここを進展させなきゃいけないでしょ。だから一番つらい動きなんですよ。だからこれはここの治療をしないとできないです。だから2つ、本人はなんてやったことないんですけどねって言ってるんですけど、昔からのちょっとしたこう積み重ねで、この腕の肘の内側の何かが、どうぞ寝てください。でも副交感神経がっていうのが分かりましたので、あ、すいません。
でもうちょっとやりましょうと、ご理解いただけましたでしょうか。こっちも F5 ご理解いただいた、はい、今日の講習彼女のためだけにやってるのね。面白いと思いません？これ面白いと思ってもらわなかったら今日やってる今やってる意味がないんですよね。こっちの足やったのにあの肩が良くなった。だから直接これがあそこを治療したわけじゃないんですよね。脳に行って脳の副交感神経中枢を抑制したがために良くなってるわけなんです。大丈夫。しご理解。え？これから学校に行かれる。あ、そうなの。あ、ごめんね。そうですか。あ、4月から行くわけね。はいはい、中世の中世の先生です。あ、現在中世？おお、じゃあ理解ないわけじゃないでしょ。ね。中世でもあれでしょ。そう自律神経の解剖学生理学ってあるんでしょ。うん、あります。ないとは言わせません。ここ寝てる先生もね、中世の先生だからね。だからそのくらい簡単な話なんですよ、これは。誰でも理解できる、本当はですね。もうちょっとやってみましょう。目が余ってますから。で、これをなるべく難しく、分かりにくく、お金がかかるようにしてやると、儲かるんですよ。でさっき米田先生と二人で、儲けようかっていう話になったんですよ。でも、ダメだな。やっぱ儲けられないな。なぜかというと、これ浅見先生がね、こういうやり方してたんですよ。お医者さんがやる講習会で3000円とか4000円でやってたんですよ。僕はそれは たくさんお金もらうわけじゃないですからね。はい、右手をください。右手を、で最後に左の整形尺をまあやるわけですけどね。それをまあ座ってやりましょうかね。今度はね、どういうふうか見るために。でここまでで一応どんなふうになったかっていうのを確認してみなきゃいけないので、はい、腰掛けてください。 ここに座ってもらえますかね。これでいいです。はい、それで、もう一回この手を上げてください。この感じ。まだ辛いですよね。反対の肩にこう手を持って、これとこう広げて、広げるのが一番辛い。これが一番辛い。後ろにこうやってください。で、こうやるときに痛かったのが、これですよね。これがとても痛いんです。ここにパイオネックスを貼ったりとか、シーソー法で反対側に即死即伐の針をやってもいいんですけど、まずは手袋してますので、H1 でいってみましょう。でもこのくらい痛めてもう半年もなってると1回じゃまず無理です。だからどれやったらどのくらいの変化があるかだけでもいいから見てもらって、あとでシーソー法のやり方もちょっとやってみますので。血の出方が悪いですね。今こう肘の親指側の圧があったので H1 と H6 とやってみますので、よいしょ、はい、ちょっと持ち上げてください。そんな変わらない。変わらないですね。こう広げるのはこれが辛いですよね。はいはい、ですよ。まあいいや、これこれとは今やってるところ言ってます。ああ、そうです。 H6 やります。はい、本当はですね、これ H6 やりたくないんですよ。なぜかというと、薬指は副交感神経を抑制する方なんですよ。人差し指は交感神経を抑制する方なんですよ。だから拮抗する指ですのでやりたくないんですけど、講習会だからやってるようなもんですね。本当だったらもうこの辺でこっち側の手の H5 をやって、他のはパイオネックスを貼ったりとかして取った方が、もうこれ以上整形試薬はやらない方が
おそらくいいと思います。もう清潔治療は H5F5 だけで終わらせてしまった方がいいと思います。じゃないとだんだん H5F5 やった治療効果が薄くなります。まあいいんです、それでも。はい、上入ってください。少し楽、はいはい、広げるのが辛いですよね。はい、で今度は小腸経やります。神経やります。あ、神経と小腸経を整形しなくすると両方一緒に出てくるんですよ。小指の内側と外側とで神経やりたい、小腸経もやる、どうせ両方出るんですから両方これ刺してもらってもこれでも構いません。どうせ出ますから。でこうやって、あ、血が出るんです。こう見ていただくと分かるように、ここ裏技ですよね。小指側のこれ自律神経の問題でこれ使うときはこれやっちゃダメです。でも体制的な痛みやなんかの治療の場合は神経小腸経両方一緒にやるっていうのもやぶさかではないです。それとか腎経と膀胱経、小指には両方とも内外2個清潔がありますから、よいしょ、相手を上げてください。ちょっとずつマシになる、はい、ちょっとずつマシ、そんなもんです。もう半年も経ってればこうなります。それで圧を探します。こっちは大丈夫。これ、はい、ここですね。これは大丈夫ですか？はい、これは？それ痛いです。これ痛い。こっちは？痛いです。まあ、ちょっとこれでちょっと動かしてください。何個も痛みがあるんですよね。あんま関係ない。ちょっと待ってください。とこっちやってみましょう。はい、下に楽にして。投げてください。あんま関係ない。後ろにこうやってみて、後ろは楽なんだ。そうですね、こう進展、こうシャツ持っててこうやったらこう後ろに進展するっていうのは大腸系とか背景の問題ですよね。情報っていうのは小腸系とか神経ですから。でこちら側の圧をちょっと見てみましょう。だ今度は前方挙上の場合は神経小腸系の圧点取らないと上に上がりにくいわけですよね。ここに一回楽にして、で一回上げてください。そんな感じ。これは一番最初はこれ、こっちの方です。じゃあこれやってみましょう。はい、楽にして上げてください。変わらないですか。まあ今のところ一番効くのはこれですよね。これが後ろに動くのがいいわけですね。患者さんの願いとしては一番辛いのを治療してほしいんです。でも治療っていうのは反応しやすいものからしか治っていかないんですよ。だから一番その動きの中で痛みの中で取れやすいのからやっていってください。で最後にだん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 一番辛かったのも取れていくと思うんですけど、そこはお話ししとかないと、いや先生この動きの これがダメなんだ、いやそんなこと言ったってね、これからしか取れないんですよと。はい、もう一回後ろこうやって、これからしか取れないんですよ。これはこんだけ楽になってるんですよ。いいです。でシーソー法が効くかどうかを試すのはですね、これと同じ位置、同じ位置を強く押さえてみるんですよ。強く押さえるというのは強刺激ですから、こちらの痛みのこの弱刺激で治療したのに対抗するというのでこっちを押さえてみるんですね。一回後ろにこう、いやいやこっちを、これ覚えてください。こんな感じだって。で、僕がここ押さえます。これが痛いですかね。これ。最初だ。これ痛いんですよ。これ。で、僕はこれ押さえてます。そっちの手を動かしてみてください。楽です。楽になった。ということはここにシーソーを行えば効くよっていうのはこれで分かったわけなんですよ。で、ここですので。いいなあ、うちでもこうやって助手っていうのがいれば本当にいいんだろうけどね、ありえないですよね。
ここです。1センチが入れたらポンと抜くんです。これがシーソー法、即死即罰の針治療というのがこの、このでそう触ったらダメなんです。刺しますよね、刺しますでしょ、これをポンと抜く、あとを触らない、これが強刺激。アルコール綿花で拭きたかったら5分ぐらい経ってから拭いたらいいです。はい、腕をまた後ろから大丈夫です。そういうことです。でこの痛みが取れてきたら次はこっちはどうです、少し楽になる。でもこっちとは違います、これとこれと。そんなこ無理か、もうちょっと後ろ行こうかなと思ったらこの辺。いやもうそこまでできればいいと思いますからもうですね。で今度はこれが辛い、これが残ってますね。ははで肘曲げてそれでこうやったらどうですか。まだこれでもきついですか。若干この辺出ますね。そこに出る、やっぱ肩の上の方に出るんですよね。ということは大腸、あこれが痛い、こっちはそっちも痛いですけど、最初のこれが痛いんですよね、大腸系のこれが痛いんですよ。それはここにこの痛みを取るために今こう上げた時の痛みが肩の大腸系上にありましたので、人差し指からこう大腸系見てみるとこれ大丈夫ですかね。これもこれも大丈夫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 、この辺、この次のこれは、あ、それがこれ痛い、これですよね。これ貼ってみる、で楽にして上げてみる、ちょっと楽になった。でこれと同じ場所をさっきと同じようにここですよね、この場所、この場所ですね、これちょっと押さえてそれ楽にしてください。これ押さえてこれの動きが楽になるかどうかなんです、はい、上げてみてください。ということはここにさっきのシーソー法をやればいいわけですよね。大丈夫です。よいしょ、刺してポンと抜く、たったこれだけ。しかも4番芯誰でも刺せます。4番か5番ずつ刺します。これ上げてください。少し違います、少し違えば大丈夫ですので、よいしょ、ほい、上げてください。こうやって痛みをこうバランス取っていくとだん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 肩の痛みが楽になっていく。今日はこれが良くなった、はい、治療代くださいってもらえるでしょ、これだったら。はい、お疲れ様でございました、はい。